いつもご視聴ありがとうございます。バシスフィッシングアワーの時間です。今日は季節の進行はリザーバーによって違うという、まあ、結論から言うと、結果的にそうでしたね。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、今週はずっと晴れが続いていて、で今日も晴れだったんですけど、天気がずっと20度近い気温だったんですけど、今日に限って、まあ、最高気温15度とちょっと寒くなって、で最低気温も10度以下になって、結構朝方はもう冬のような感じで寒かったです。で今投げてるところっていうのは上流域になって、で朝もこの広範囲にボイルがずっとしててですね、でずっとな、まあ、あのトップとか投げてたんですけど、全然トップに反応しなくて、でちょっとレンジを下げたような形で今シャットですね、ノリーズのレイダウンミノディープのシャットを今投げながら、ただ巻きしてたんですけど反応がいまいち良くなかったんで、ちょっとまあジャークっていうかスイッチを加えて止めてっていうことをやってます。やっぱこうスイッチするとなんかやっぱキラキラっていうのが、まあ、明滅があって、やっぱ魚の反応がいいのかなっていうので、ちょっとスイッチ入れてますね。そしたら魚がやってくれます。すごい、結構ちっちゃかったですね。多分20後半じゃないですかね。このリフネクトワカサギ、リフネクトワカサギ噛んでるわ。リフテリフレクトワカサギがちょうど近所の釣り具屋さんで安かったんで、ちょっと買ってみたって感じですね。で引き続きもうボイルがずーっと広範囲に続いてて、でまあ前みたいにあのポンポンやってると40オーバーとか入るんじゃないかっていうことで、引き続き、投げてます。朝日綺麗ですね。また釣れましたね。釣れたのはあれなんですね。ハスか。ハスなんですよ。ハスか。ハスね。多分これを食いに来てる大きい魚もいるんじゃないかなっていうことで、まあ小さいバスとこのハスがボイルしてたんかなっていう感じなんですけど、まあ引き続きまあ1匹目がバスやったんで、あれはあのシャッド投げてますね。やっぱただ巻きだと全然反応しなくて、まあやっぱり上流域っていうのもあってちょっと冷たいんですかね、反応が鈍いのか、まあ止めるからいいのか、トゥイッチのキラキラがいいのか、やっぱりトゥイッチが一番良かったですねこの日は。結局釣れたまたハス。これを食いに来てるんですよ。だからこれを食いに、ここのリザーバーは結構大きいのも釣れるんで、これを食ってる
バスもいると思うんですよね。だからこのぐらいのサイズのビッグベイトとか投げたら結構大きいの混じってくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、あんまりビッグベイトを投げないっていうか、まあけど試してみるのはいいかもしれないですね。釣りをしていたら明日しか釣れない。今更ながらこればっか投げてたら釣れへんっていうことを分かって、でその後は場面変わって、あの上流域でボイルがなくなったんでちょっとずつ下流に下ってる状況ですね。でまあもうそろそろクランクが効く季節かななんて思いながらクランク巻いてたんですけど、やっぱり反応がなかったんで、いつもの決まりの西根さんのですねエリーさんにまあお願いしようかなということで、で Twitch でポーズは短めですね。なんとなくこの邪悪のスピード感っていうのはさっきシャッドで釣れた感覚でいいんじゃないかなっていう、まああと朝一だっていうのもあってポーズ短めでこうキラキラと若干濁ってるんですよね。だからプログラムスメルトですね、色的に。先週もかなり釣れた色。ジャークポーズ短めで、短めで結構その後行ったら結構シャローでゴミ玉にのがあったんです。すごいかかり方してたんで、ちょっともう打つの困っちゃった感じ。アイリーさん釣れますね。冬からもう春先はエリーさんでいけますね。やっぱこの季節まだやっぱりクランクベイトっていうあのシルエットがいまいち反応が薄いというか、うん、なんていうかやっぱこうミノシェイプのものがやっぱ効く時期なんかなっていう感じがしますね。で一旦最下流ぐらいまで下って、でレイダウンっていうか、まあ、沈み物があるところとかで、まあ、昨日あの先週釣れたみたいにグリマー投げたりしてたんですけど、まあ、全く反応がなくて、でまたやっぱり上流の方が魚気があったっていうのもあって、まあこれもやっぱり先入観なんですけど、先週のリザーバーなんかでは上流がやっぱりもう魚気があるイコール魚がついてたっていうのもあって、もう昼前でしたけどもう一回上流まで上がって粘って釣りをしようかなと思って、今また最下流から上流に向けて上がってるところですね。でやっぱり日が照ってくると、まあ栗まあ濁ってるって言ってもやっぱシャローはもうクリアで丸見え状態なので、まああとはこうオーバーハングがあるわけでもないから、もうまあ鳥から隠れるっていう意味で、まあシャローにこう沈み物があるところなんかはクランクベイト巻きましたけど、いまいち反応がなくて、そしたらまあなんか最近の僕の流行りではないですけど、日中日が当たってくるとあの1段2段まあレンジが下がるんじゃないかっていうので、結構ディープっていうかミドルレンジからディープの方にシフトするような釣りをしますね。で今投げてるのがハンクルの K4 っていう
12ポンド10ポンドラインでだいたい 5.556メートルぐらい潜るミノーシェイプのルアーなんですけど、これが球身リザーバーの多い愛媛だはかなり効きますね。よく釣れてますね。で、岬があったんで、今岬の先端ついてないか巻いてますね。このシナリーっすやっぱ案の定いたんですよね。先週のリザーバーに比べて山間部っていうのもあって、平均水温も先週は17度18度ぐらいあったところが、こっちは14、15で、やっぱこうまだ冬の気配というか、春っていう感じよりはまだちょっと冬の気配がしてたので、でちょっとずつ上がりつつあるってなると、まあ、岬を通じてとかになるんじゃないかなっていうので、まあ、ディープで岬で叩いてきたら、ミノーシェイプ叩いてきたら釣れたって感じですね。やっぱ 5,6 メートル潜ってミノーシェイプってなかなかなくて、あのツイッターのフォロワーさんが教えてくれたんですけど、あとはエバーグリーンのゴールドディガーとかっていうルアーですね。それも試しに買ってみて、ちょっと投げてみようかなっていう。やっぱり、クランクも投げたんですけど、やっぱなんかこう、この季節、この時期は、ミノーシェイプなのかなっていう感じですね。結構実は最下流の方でも岬っぽいところがいっぱいあったんですけど、中流域来てしまって釣れたんで、その後あんまりこう大きな岬のようなとこがない場所だったんで、もう一回戻るのもなーっていうので、結局ちょっとずつ上がってた感じですね。でまあ感想としてはやっぱりもう場所が変われば季節の進行も違うと、まあそれは当然のことで、標高ここのリザーバーはあとまだちょっと冬っぽい、なんかもう1、2週間後に春爆が来るんじゃないかなっていう感じですね。って感じで今日もご視聴ありがとうございました。もうやっぱりバス釣りって最高っすね。いやー、本当に。